巨人軍勢見てるときが一番気が付いてました何やってんだこいつみたいな感じで控え室は、まあ、結構盛り上がってたんですけど、まあ、最後、まあ、しっかり決めてくれて、うん、そこをとしてます。総じて勝った要因というのは多分デッキの当て方が相当うまく変わったっていうのは、作戦勝ちかなり多分みんな多分他のチームヴァンパイア使ってたと思うんですけど、そこにあえてロイヤルに対して勝ちやすいネメシスを持ってって、うん、ビショップに見立てすることができたっていうのはめちゃくちゃ大きいかな。実はジュニアさんの構築はロイビションをメタなんですよ、まあ、主にビショップでロイも取れるみたいな、まあ、環境1、2のそこをメタなんですよ。でそこをメタに対しメタをジュニアさん当てて、まあ、有利対面作って、で、片や僕の方は、TO1 と言われるロイヤルビショップ対相手のタイリーダーと言われるネクローバーな、やってることができたので、どちらも有利対面だったんですね。そう。この状況を作れたのが、かなり、かなり大きかったですね。多分逆だったらね、結構厳しかった。結構厳しかった。厳しかったのはあると思いますね。相手が少し思考の方がミスが生まれてくれて、ニコラの最後13点っていうのは、まあ、届かないっていうのはもう練習中に何度も知っていて、まあ、4点っていうのも近日リーサルって分かっていて、まあ、そこどうやって最後やっていくかっていうゲームを作ってたんですけど、まあ、うまく最後愚心で確定でなんかかっこいい感じに終わることができたので、まあ、締めは良かったんですけど、まあ、途中のマイナス点が一貫戦多くて、まあ、これからどんどんプロリーグ回数重ねるにつれて完璧なプレーができるように頑張っていきたいなと。さあ水にかなり苦しい表情、ただリグゼにとってもここから決め切るという動きまではまだつながっていない。ちょっと盤面が残るのでグネリーゼが起きやすくなってファフニールまでつながったり、ビクソルハンターのネクロマンスが稼げたりっていうところが。さあケルベロス、ケルベロス、これはもう最大限打っていきますね。最大限バリューを狙っていきます。10点はもらってもいいという判断。まあ、負けないってとしたらこれが理想的ですかね。はい、さあレジェンダリーファイター、そして愚心雷さん、お前は伝説の目撃者となる。平和の紡ぎ手、4点は顔に、6点顔、さあ2点はダメージが入ります。そして楽園の聖獣、これ踏みとどまりましたね。さあギルネリーゼ、ここでのプレイ。さあ水にとっては辛い表情続きますが、まあ、ギリギリ1点。リーサルがないのでちょっと盤面を付き合わなければいけないというターンですね。さあゆっくりゆっくり踏み続けます。ファフニールがライサーのターンに引っかかるのがちょっと怖いですね。ただ、まあ、結局返し手としてヘクターなので、はい、ギルネリーゼプラスファフニールの残りが、まあ、できないっていうところだけヘクターのパターン厳しいかなと、はい、それ以外ですと政治士だけだと 4-4 サイズなんで、結局ギルネリーゼが 3-1 で残って一度かわせる可能性が残るというところで、ここ5点いきたいですね本体。さあ9点まで押し込みます。水にドローができるか、アサルトプリースト、愚心雷さん、もうトップからドローが神殿、神殿を置くと坊さんが倒せず、一応1残るパターンにはなる形ですかね。なのでプリースト経由で1回受けるという流れになりますね。さあ1点香り、さあ平和の積み手はもう3枚切っている。そしてプリズムスイングは2枚使っている。
さあフランです。ここで4点剥がして、フランの重木、ギルネに抜かれる可能性考えるとギルネに呪い、ああそちらの方が良かったですかね。一応 1,2 に対して当たりに行くパターンが、ああ確かに、あと残っているので 3,4 で場に残る形ですかね。今体力が10で3点回復で13で 1,2 に一発殴られて12になってというのが結構最悪パターンで、はい、ありますので、まあ、ただフェリーでの勝ち方というところが、うん、っていうことですよね。そういうことです。ギルネがやられるとという、うん、怖い部分の一つではある。さあこれはぶつかりに行きます。そして動かしますね。そして5戦は顔に。さあ具信頼さんどこに当たるか、これも一つ重要。ヘクター、これはヘクターでは、まあ、当たりどころによってということで、うん、ヘクターではダメですね。なので盤面を処理して、決勝、決勝神殿でも次勝てないというところで、うん、決勝エンハンス神殿決勝、決勝でそれでなんとか4点顔に出て、なるほど、もう神殿決勝、決勝で顔まで行くと、もう1ターン決勝を引くか場に残った、そうですね、場に残ったので勝つ、確かにこれしかないですかね。まあ、次もエンハンスで行くというのであればこれで、で決勝ここで置いておいて返すのが現状フニールしかないので、ライさんが刺さって死んで死んで死んで、はい、一応掴みましたかね、ギリギリ。さあ主の夢負けないので、これは1ターンもらってニコラ、はい、そのパターンですね。漆黒の法典以外は、そうですね、漆黒の法典が気をつけるよ、これで負けないのでということです。はい、あ、そうですね、この武士の漆黒の方で、これはライさんに向けてぶつける完璧です。いやこれはいい、そうですね、そうですね、これで完璧です。素晴らしい、いやー、いや、いいたどり着きでしたね。今の見えるのは良かったですね。いやこれはうまい、確かに、いやこれそうですね、雷さんに当たりに行って確実に回収すれば勝てる。そうですね、僕もちょっと愚心雷さんの効果じゃなくてスペースが空く方に集中してたのでちょっと今見逃してました。いやーこれはす、いやちょっと、いやそうですね、で法典が引ければというところを考えてしまうところだったんですが、うん、相手の雷さんを逆手に取る、これで1点が重すぎる、足りない、4点、4点、スペースがない、リグゼ待望の一勝、ニコラを出して少し本気の剣絶の一撃、少し本気でぶっ飛ばす、大事な初戦をつかみ取りました。次の吉本戦はフィグさんっていう、まあ、リオさんのね、最大の敵と、リオさんが一回も勝ったことないんですよね。一回も勝ったことない。っていう、エースが勝ったことないレベルの、まあ、強敵がいると。さらにソルトさんもね、加入して、さらに。でも、まあ、その、そうだね、ソルトさんも強敵だし、かなり苦しい戦いになるんですけど、まあ、しっかりと練習積んで、まあ、いつも通りのプレイは完全に練習側は、しっかり行きますよね。
めぐらさんやばかったなーって。いやー、100勝てた試合で、60%ぐらいになった。めっちゃ落とした。最後40%ぐらいになって、最後だけ負けた。ミスしないとこのゲーム見せる場面が出てこないかもしれない。ミスって黙れ。